レジスタンスのたまり場をご覧の皆さん、こんばんは。サオリンチャンネルのサオリンでーす。本日はスペシャルゲストをご用意しております。それではお願いします。こんにちは。どうも、サオリンでーす。はい、今日はサオリンチャンネルのサオリンに来ていただきました。はい、こんにちは。こんばんは、サオさん。お願いします。サオリンさんですか。はい、あの動画で見るよりも可愛いですね。すごい可愛いですね、髪型とかも。ありがとうございます。はい、じゃあサオリンチャンネルのサオリンと、サオリンチャンネルのサオリンでコラボします。女子会でーす。イエーイ。はい、特に話すこともないので。はい、今日は質問コーナーをやります。イエーイ。今回はサオリンチャンネルのサオリンに質問コーナーを、視聴者皆様に募ってみました、はい、私たちにってことですかね。ありがとうございます。サオリンチャンネルのサオリン2人で答えていきたいと思います。サオリンです。はい、いきます。はい、何の質問かな。緊張するね。ねえ、緊張するね。サオリンへ初告白、初彼氏はいつですか？という質問をいただいてます。サオリンさんからどうぞ。はい。私は、小学校の時から顔が良くてモテてたので、小学6年生で、一番クラスでイケメンだった男の子と、付き合いました。その時に初めて私から告白して、そっから1年ぐらい付き合って、はい、中学校で別れました。すごいですね、小学生からピュアピュア、ピュアピュアラブって感じですね。やだ、恥ずかしい。サオリンです。それいるかな。サオリンさんはどうですか。サオリンさんは中学3年生の時に付き合いました。なんか遅いね。そうですね、女子中女子校だったから、まあ、その出会いもなかったし。はい、そうですね。そう、出会いなかった。告白を中3の時にしたんですか。その時は大学1年生の人と付き合ってて、中3で。そう、サオリンチャンネルです。マジでマジで告白されて付き合ったけど、みたいな。行くー。なんか、マセガキって感じだね。そうですね。サオリンです。ロリコンだったのかな、その人。自分から告白したことはないんですか？ありますよ、大学生の時に。一回だけ。ああ、そうなんですね。付き合いましたか？告白して、振られて、で、3回目の告白で付き合いました。サオリンでーす。結構積極的なんですね。あ、その人はそうですね。はい。以上です。以上です。はい。そんな感じで、どんどんやっていきましょうか。いきまーす、はい。スキンケア何使ってますか？あ、サオリンさんはやっぱね、お肌もまあまあ、その大したことないですけどね。何使ってらっしゃるんですか？いや、サオリンさんも綺麗ですよ。いやいや、とんでもないです。はい。私は、はい、お風呂上がりですね。はい。市販の、普通の洗顔で顔を流して、はい、視聴者さんにいただいてからハマったんですけど、はいはいはい、コスメデコルテの美容液を使ってます。すごい素敵で、無印の化粧水塗って、3日に1回ほどパックしてます、はいはい、以上です。サオリンね。私はミノンの化粧水と乳液と、あと、はい、なんだっけな、なんか医療販売のドクターズコスメ使ってます。ドクターズコスメですか。そう、何ですかそれは。クリニックで買うような、はい、化粧品なんですけど、ちょっと名前忘れちゃって、なんだっけな。サオリンは、はい、クリニックのやつを使ってます、はい、あとクリスティーナの美容液とか。はい、クリスティーナの美容液です。あとパックは毎日します。毎日してるんですか。安いやつですよ。丁寧ですね。お風呂上がりに。はい、ね、女性の皆さんは毎日した方がいいかもしれないですね。ね、乾燥する時期の。お肌綺麗ですからね。サオリンでーす。最近ハマってるものは何ですか。私は、はい、あの
そろそろ30歳も近いということ で、 そうです、ね、体を健康に保とうと思って筋トレにハマってます。結構ムチムチですもんね。あ、そうですね。いっぱい筋肉ついちゃって恥ずかしい、ね、女性なのにこんな筋肉質になると思わなかった。かっこいいと思いますよ。かっこいいより可愛いの方がいいな。筋肉質の女性ね、かっこいいですよね。シャオリンは何に気を使ってますね、ハマってますか？ハマってること、最近ハマってることは何だろう、チェーンソーマンの漫画読むことと、はい、あとブリーチの漫画読むことと、はい、あと最近はネイルサロンを9月にオープンしたんですけど、はい、なんかそれのなんかいろんなネイルの作品見たりとか。それはいいですね。はい。はい、それ以外は、ミーハーな浅い人生を送ってます。サオリンです。サオリンです。はい。サオリンです。こんな感じですかね。サブチャンネルのパチンコあるあると、マンゴーあるあるをどんな気持ちでやってましたか？パチンコあるあるって。私、めっちゃ騙されてなんか悲しい気持ちになっちゃう。サオリンが、そういうキャラじゃないのに、そうだよね、レジスタンス広いなって思いました。そうだよね。そういうキャラじゃないのになんかね、騙されてね。ですね。でも楽しかったですね。楽しかった。最初の1個目ガチで、あの放送されるまで分からなかった。本当に分からなかった。本当に分かんなくて、放送されてはそういうことだったんだって。ほら、騙されちゃった。気づきました。天然だから騙されちゃったよ。パチンコは楽しかったよね。うちに行ったことですか？うちに行ったこと。あ、それもありましたね。はい、今その話はしてないです。すいません、チャオリンです。いいじゃん、チャオリンです。私たちはもう、はい、あのチャンネルはあるけど動画投稿はしてないんですけど、はい、YouTuber を目指したきっかけは、あ、そうですね、あの、うん、早稲田大学に通ってたんですけども、うんうん、なんかね、私の美しさというものをもっとみんなに見てもらいたいなと思って発信する場所、はいはいはい、YouTube かなと思って始めたら、いろんな、好きな方が増えてくださって、あの楽しかったです。サオリンさんはそんな感じで始められたんですか？はい、そうです。ハッピーハッピーハッピーです。ハッピーハッピー。楽しい YouTube 生活を送ってました。今はサロン系です。そうなんですね。合ってますか？あ、いや、私はまた、あ、違う、違います。間違えました。はい、あ、でもこっちのサオリンさんはそういう世界線で、すみません、始められたみたいで、はい、はい、なんもないんですか？私はですね、そうですね、もともと勉強が苦手だったんですけど、はい、ね、なんかその真面目な話になっちゃうのあれですけども、まあ偏差値がもともと低い高校から頑張ったら早稲田に来たんで、そういう勉強法とかをね、なんか教えてあげれたら役に立つかなって。あ、そうでした、忘れてました。それ大事ですよ。すみません。ここですよ。勉強の楽しさとか努力を報われるとか、そういうね、あのみんなの希望になればと思ってチャンネルを設立しました。大事なとこ忘れちゃってました。間違えました、すみません。サオリンチャンネルでーす。尺も尺なので、ラスト1個ぐらいにしますか？しますか。はい、そうしましょう。人生に絶望した時どうしてますか？うん、人生に絶望した時結構幾度となくあるかもしれない、はい、絶望したことないので知りません、うん、毎日楽しく過ごしてます。あ、それはすごい。サオリンです。すごい楽しそうに送ってらっしゃいますね。はい、私は何度か絶望とかはしてます。ありますか？あります、あります。あ、そうなんだ。なんかそう見えませんね。よく言われます、この見た目なんで、はい、いつもヘラヘラしてるように見えます。あ、そういうこと、そういうことでそういうことでいきますか？そういうことですか？はい、なんか落ち込んだ時に、はい、いつもこう力、支えになってたものとかないんですか？支えになってたものはないですね。本当ですか？はい、サオリンは、はい、自分のことがめっちゃ好きだったから、うん、自分の、うん、ビジュアルであったりとか、うん、なんか頑張ってることを見つけるっていうことによって、うん、
そういう不安をかき消してました。あ、それはあるかもしれないですね。あの、人に頼るとかあんまりないです。ないです。自分で生きていく道を切り開く、はい、そうです。はい、自分で自分の機嫌を取るとはまさにこのことです。目標見つけてますね、その度に。はい、結構いいですね。はい、そうなんです。割とマジでいいですね。マジでそんな感じで生きてます。はい、いや、目標達成しちゃうと次の目標がなくなって人生どん底に落ちちゃうので、また目標見つけての繰り返しですね。はい、素晴らしいと思います。ありがとうございます。シャオリンはこうやって、今の人生があります。はい、ちょっと2人でね、質問に一つずつ答えの長かったですけど、ここまでご視聴いただきありがとうございました。今後とも、シャオリンをよろしくお願いします。久しぶりのサオリンコラボでしたね。そうですね、楽しかったです。はい、サオリンさん、また機会があればサオリンチャンネルとのコラボお願いします。よろしくお願いします。はい、バイバーイ。あの、はい、一つだけ、あの、この終わるっていうのを一回だけやってください。わかりました、はい、一緒にやりましょうか。はい、ありがとうございました。せーの、終わる、終わる。あれ、もしも。シャオリンチャンネルでした。バイバイ。ありがとうございました。シャオリンです。